スーパーマリオワンダー。どうもピオキングです。今日はこのゲームやっていきたいと思います。まあ今話題になってると思うんですけど、2023年10月20日つい最近発売されたスーパーマリオワンダーですね。そして今日は10月22日出すのが遅いもう発売日からたくさんの人が出してると思うから、まあ見てる方は見てるんでしょうきっと。それでもこの動画を見てる方ありがとうございます。で僕ですね、恥ずかしながらストーリーもののマリオをあげるのはほぼ初めてに近いんですよ。だから不慣れな実況になるかもしれませんけどご了承ください。でユーザーを選んでくださいからのピオこのピオキングのアイコン見られるのマジでめちゃめちゃ恥ずかしいんだけど、これピオキングっぽいなと思って作ったんだけどね、確か集まれ動物の森のキャラクターだったと思いますあんなところ見せなくていいじゃん、ほんと恥ずかしいな。何人で遊びますか？1人2人3人ぐらいで遊びたい気持ちですよ。でも1人しかいないからね、1人で遊んでいきたいと思います。でうわキャラクターめっちゃいんな、デイジーもいるんだ。黄色キノピオ、青キノピオ、キノピコで、ヨッシーが4種類からの特典。ヨッシーと特典はダメージを受けません。アイテムを取っても変身しません。まあ、難易度が難しい時に使うキャラクターとかかな。で僕は思うんですよ、黄色キノピオとか青キノピオ名前つけてやってもよくないかな。色だけで判別してんじゃん、ジョニーとデップみたいな。いらないですね僕のそんなしょうもない話。じゃあマリンでいきたいと思います。さあ始まった。今度の舞台はフラワー王国、キノコ王国からは少し離れたところ。マリオたちはフロリアン王子に招かれ初めてやってきたのでありました。あ、動けんじゃん。え、でもジャンプができない。あれ、ダッシュは？あ、なんか X ボタン押しながらなんかだったんだけど切り替え？え、なんだろうこれ、音符は何？いや全然意味わかんねえんだけど。あー、 B ボタンでジャンプできたわ。で Y ボタンでダッシュかな。じゃあごめんね、プロコンで操作してるからそっちの説明になっちゃうんだけど、ようこそ。ありがとう。はい、どうもこんにちは。遊びに来たんですよ。遊ばれに来たのかな僕はこのコースに。いやルイージ最高じゃないか。でこれなんでそこでルイージいるんだろう。え、ルイージは喋ってくれないの？花は喋るのに、不思議な世界ですね。あ、ピーチめっちゃピーチしてんじゃん。ちょっとそのよしちょうだい、よしよ、よしくれ、よしよ。いや、テンション上がっちゃったらごめんね。やっぱりね、新作のマリオやるのってめちゃめちゃテンション上がるよね。さあ、こっからどんなストーリーが広げられるんでしょうか。スーパーマリオワンダー。あ、僕ね、公式ホームページの PV だったかな、それは見たことあるんだけど、あんまり見なかったね。ネタバレになるかもしれないと思って知識はあまり入れておりません。あ、でもこれは知ってる。このフラワーは確かワンダーフラワーだったよね。これはフロリアン王子かな。いや何の儀式してるか分かんねえって。何々中みたいなのをさ、ちょっと表示してくれないと僕には分かんないよ。空気だけで読めない人間なんですよ僕は。でカメックがやってきて、どうせクッパも来るんでしょうねきっと。来た来た。まあクッパって基本怖がられるような存在だと思うんですけど、まあ、僕はね可愛いって思ってしまうんだよな、どうしても。クッパ可愛くない？まあこのフラワーを取られたことによって取り返しに行くみたいな、まあそんなね大事なものならそんなところにね置いておくなっていつも思うんですけどね。なんか隔離しとけよって思わない、大事なもんを。クッパがすごく変身した。でジュニアとカメイク喜んでるけどさ、ジュニアの場合お父さんなわけじゃん。このクッパがお父さんがこんな姿になったら普通心配するよな、喜んでられないと思うんだけど。でこの状態で、あ、襲ってくんの？あ、まあまあそこでは襲ってこないけど、クッパがねここで逃げてあのワンダーフラワー取り返せっていう感じなんじゃないかな。でもワンダーフラワー道中にたくさんあったと思うんだけどね。お、どうしたどうした、この家が？よかったじゃん、かっこよくなって、ただでリフォームできたね最低な人間かもしんない僕。まあでもあっちの方がかっこよかったと思うんだけど。フロリアン王子、なんということでしょうか、ワンダーフラワーが。あれは大魔王クッパですよね。大事なフラワー城と合体してしまうなんてあんまりです。うん、このままクッパを放っておいたら一体何をしでかすか。こんな汚い声じゃないと思う。
めちゃめちゃ可愛い声だと思います。フロリアン王子っていうのはね、本来僕が行きますと。マリオ、ルイージ、お前も行く。お前もちゃんとね、なんかこう兄弟だったら一緒に行く素振りぐらい見せてもいいんじゃないの。なんと助けてくださるのですか。ありがとうございます。道案内は私にお任せください。えい、あ、墓地の中入るんだね。あ、かわいいかわいい。これさ、最初にピーチとかルイージ選んでたら、ルイージがこう僕が行きますみたいな装備見せてくれたんかな。なんか腹立つな今の。頑張れ。うわ、なんか最初って感じするね。で、 L ボタンのマークでなんか出るみたいな。あ、これはマップか。で、プラスボタンでキャラクターセレクトとかコースセレクト。パネルコレクションってなんだろう。まあいいか。おちゃちゃすと早早、この移動がすごく早い。ストレスないわ。最初はフラワー王国へようこそ。始まりの、なんだったっけな、始まりの花畑、難しさ星1、 B でジャンプ、ボタンを流すを押すと高く飛べますということで。ごめんね、今ちょっと噛んだ。で、これさ、星1って書いてたけど、星何個ぐらいまであんだろう。18個ぐらいまであったら嬉しいけど。お、ブロックも出てきてくれるんだ。なんか新しいギミックがたくさんあって、ちょっとまだ慣れないね。いい天気ですね。で、クリーボーが今寝てた、寝てた、ごめんね。クリーボー寝てる。もう話に夢中でさ、先に踏んじゃって。で、これはヒップドロップで壊して取っていけみたいな感じと思うんだけど、これなんだろう。ゾウ、あ、もうゾウになれるんだ。で、これ10個、あ、これがやり込み要素かな。だからこのマップにある10コインを全部取っていけみたいな。これは、あ、これもゾウなんだね、この赤ブロックのやつ。え、これもストックできますみたいな。 A ボタンを押してみようか。長押し、長押ししたらこのアイテムを出してきてくれる。今なんか水入った。あー、なるほど。こうやってね、なんか Y ボタンを押すと水をこうやって出すことができるんだけど、これ貯めることもできるの。どうやって貯めるんだろう。一回 Y 押す、 Y 押す、あれ貯めれない。ごめんね、これのやり方ちょっと探していい？みんな分かったよ。これね、水に触れればいいだけ。触れたら勝手にね、なんか水を溜めてくれるんだよね。で、この状態で、Y ボタンを押すとこうやって水を吐き出してくれるみたいな。まあ最初はね、簡単だからちゃちゃっといっちゃおうか。どっかの土管に入れるとか中間ポイントもある。はーい、からの、はーい。語彙力ね、この穴。僕の実況と一緒じゃん。ダッシュしてって、ここでワンダーフラワーの出現。これ確か PV かなんかであったよね。土管が上下に動くとかそんなんだじゃなかったっけ。あー、やっぱりやっぱりこれやん。これこれこれがワンダーって感じだよね。これがね、いろんななんかステージで、起きるらしいんですよ。まあ土管が動くだけじゃなくって、確かサイみたいなんだったっけ、あれが大量に走ってきたりするやつもあったんだけど、もうそんなコースとかすごい面白そうだよね。で、この紫コインはなるべく全部取っていこうか。これが後でどういう風に必要になってくるかは分かんないんだけど。で、これはユーゴッドワンダーシード、え、あの芋みたいなのを取ったら、ワンダーフラワーの効果が終わりっていう感じかな。で、ゴールド。そしてこれで助けられるっていう感じだね。あー、なるほど、だいたい理解できたよ。で、この芋は、この芋みたいなやつは芋でいいのかな。これの正式名称が知りたい。後で調べておくね。写真もついてる。10月21日、え、今日10月21だったっけ。10月21じゃん。ってことはこれ撮影した日バレちゃうね。やった、ワンダーシード手に入れましたね。お願いです、もっと集めていただけませんか。きっと役に立つはずです。あの芋みたいなのがワンダーシードっていうことだろうね、きっと。さあ次に行こう。歌って踊ってパックンマーチ、難しさ星1。いや、このね、難しさがやっぱり上がりにつれて絶対面白くなってくると思うんだよね。難しさマジ18ぐらいあっていいよ。後ろの10コインは取れそうにないな。あとであっちに行けるっていう感じ。うわ、歩いてる歩いてる歩いてる。うわ、面白い、このパック名前なんて言うんだろう。ウォークパックンと名付けようか。で、フラワーを取ります。まあこれだよな、マリオって言ったらゾウよりやっぱこっちの方が馴染みが強いって。これ踏める、うわ、踏めないの。しかもさ、今扱った時わーって
ちゃんとリアクション取ってくれるのめっちゃ可愛い。でもフラワーなくしたのめちゃめちゃ痛い。一旦ゾーンになっておこうか。チリマリオもちょっと見てみたいところもあるけど、この赤の缶は入れますと。で、で奥に行けるんだ。いやこれはすごい。 3D マリオをちょっとやってる感覚だね。これ分かってるよ。ブロックが出てくると思ったけど違います。まあ、あのなんかフラワー、青いフラワーから光が出てくるときはコインかブロックを出してくれるんだろうね。何か起きますよ的なことだと思いますよ。さあ下の土管は入れるのかい。あ、入れるね。こっちは、あ、来たところごめんなテンポすげえ悪いかもしんない。いつもさやってるマリオメーカーと違ってマジで鼻が歩くなんて喋る鼻、うん、変だよ変だよ、お前が言うなって話なんだけど、これ上の土管いけないかな。いやー無理か。走っていけそうに、いけるかいけるか。うわ、いけそうだけど入れないよな。あんなに難しく、うん、入るっていうことは多分ないと思う。でここでワンダーフラワー取ります。で今度は何が起きるんだろう。音楽？あ、リズム天国じゃん。なんかあったねこんなん。これ倒しちゃっていいのかな。倒したら音楽なくなりますみたいな。あー、かわいそうだけどごめんね邪魔だけどちょっと倒しておくわ。一応倒しても音楽がなくなるっていうことはなさそうだから一旦処理しておこうか。あ、倒さんでも全然いけると思うんだけど、倒すことによってさ、このでっかいパックンが、うん、怒ってこっちに来るとかだったらね、面白いんですけどね。ちょっと倒すと一発じゃダメなんか、あのでっかいやつ。この土管は入れない。上の紫コイン取れる。いや、紫コインじゃねえのか。なんかほんと新しい要素ばっかりで、なんかコースのことを喋るっていうよりおみたいな感じになってしまって申し訳ない。さあこっから右に進めばもうゴールがあるんじゃないだからお前が言うなってこれ左の土管入れると思うよ。このでかい土管入れないのか。左は隠し通、ヨッシーの卵。そっかそっか、これヨッシーもおるんだ。あとでヨッシーとか乗ってみたいよね、どんな感じになるか。まあ、ヨッシーは操作できるんだけど、これてっぺん取らなかったら芋もらえないとかある。一回後でやってみようか。もしかしたらこの芋てっぺんを取らないともらえないかもしんないね。でさっきはゾウで水をあげてこのどんぐり離す開いたけど何もなんないのね。これどんくらいのボリュームがあるんだろう。結構なボリュームであってくれたら嬉しいんだけど、確かねこのズラカルっていうのはなんか走って逃げるとかそんなんなんじゃなかったっけ。あー、やっぱりやっぱり、待て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 、いやこのファイヤーで追いかけようか。ファイヤーでかわそうまあ、あいつ追いかけてたら全て無視しちゃうって。一旦ゾウになっておこう。ゾウになっておいてこれでファイヤーと、ゾウの二刀流、これが一番いいと思う。それ以外ないのかな。お、壊せるこの樽。持つことはできないか。このズラカルもさ、この樽壊すことできるんだね。これ何なんだろう。イチジクにしか見えないよな。あ、これは弾くこともできる。一旦追いかけようか。いや狭いな、ここ。もうちょっと逃げてほしかったけど、これ取ったら、あ、入れ替えられちゃうのね。いやファイヤーがあるね、安心感がちょっと欲しかったけどね。これちょっと待て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 、お前長いな今度は。待っておりゃー楽しい。もうこんだけでいいわ。こんだけで僕ね、すごく楽しさを感じますよ。ちょっと戻るね。なんか取り逃してるかもしんない。何もない。これゾウもなんか飛んでる。あ、飛んでる飛んでる、なんかダンボみたいなになってる。ここ入れると思いますよ。で10コインさ、全部のステージにあるわけじゃないのかな。なんかさっき取ってなかったような気がするんだけど、これは踏めますか。踏めるね。10コイン2枚目、これ多分全部集めたらスターロードとかそんな感じのステージが出るんじゃない。これは何を起こしてくれるんだろう。いやー、こんなねとこもあると、そういうことですね。さあさあさあ、どんどん右に進んじゃおうか。中間ポイント取って、これは2個しかアイテムないけど、スターとかねなってみたいよね。これも逃げる。これ逃げてもね、多分そんなに急いで追いかけなくていいと思う。なんかすぐにね行き止まっちゃうもんな。でこれで10個全部集めました。でこののこのこは持てるのかな。おほほ、見て見て、かわいいよこの持ち方。なんか卓球みたいになってる。でこれ当てちゃおうか。
当てても大丈夫。さあ今度のワンダーフラワーは何が起こるんでしょうか。あ、スタースタートってる。スタートってでも時間が10秒しかねえな。このスター、あ、スター取ったらさ時間が回復してるよ。だからこのスターをどんどん取りつつ多分ゴールを目指せっていう感じなんじゃないかな。さっき10コインも取ったっけ。え、10コインは10コインがどこにあるか。いや、芋取っていいのか、この芋取っていいのか。10コイン今どこにあった。もう取ってたらごめん、取ってたらいいけどこれ確認できない。あ、ごめん、取ってた。で、ここでもうゴールだよね。これ、やべ、てっぺん取れなくなっちゃったかもしんない。いや、これを踏んでいけばてっぺん取れるけど、てっぺん取らなかったら芋がもらえないとかいうこともあるかもしんないから、ちょっとこれで一旦見てみようか。もらえるんかい。じゃあてっぺん取る意味なんだろう。息アップしたとか。ちょっとごめん、そこら辺見てなかったんだけど。そしてこの花を咲かせるキノピオっていうのかな、あのフラワーの村人みたいな、かわいいよね。さあ次でボス、あ、なんかボスっぽいようなステージが変わるみたいな感じかな。気に入ったぜ。フラワー城と合体したこの体、そして溢れてるワンダーパワー、もっともっと力を手に入れてやる。そうすれば世界は我が輩のものだ。ギャピーチ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 。すいません、今のマリオの映画のネタバレでしたね。フロリアン王子、クッパめ、これ以上勝手な真似は許しませんよ。なんとかして追いつかないと。で、ここで別のステージに行けるっていうことなんじゃない。そうだ、あそこからフラワー、ん、プロペラフラワーで追いかけましょう。新しいアイテム出んのかな、そんな。星のカービィのパクリみたいな。なんかもうクッパ近いけどさ、ボス戦とかないのかな。ブンブンとかそういうキャラクター、うーん、最初に出てきたけど、なんかボス戦もちょっと見てみたいよね。で、クッパが移動してることによってステージが出ますよって、そういう感じですね。まあ演出を見せてくれてありがとうございます。お、クッパジュニアいいんじゃん。イエーイ、シルト合体したお父さん、かっこいいぞ。すごいパワーだ。ピカピカのドデカいボディはもう誰にも食べられないぞ。ちょっとは心配せ、あんな姿になったお父さんをさ。ここで一旦やめたいところだけど、いや、まだまだやっていきてえな。動画としても今結構な時間になってると思うから。ひどい、ぐるぐる巻きです。このステージだけやっていく。そうだ、今こそワンダーシードですよ。ワンダーシードには不思議な力があるんです。ワンダーシードってさっき手に入れた芋でしょ。こういう芋を使えばこのパックンを消し去ることができますみたいな。そしてこれは、え、なんこれステージ、ドッカンロック平原のバッチハウス。確かバッチもらえることができたと思うんだけどね。確か石とステージに1個しかつけることができませんみたいな。大丈夫ですか、しおれちゃんほど怖かったですか。この大事なバッチは守りきりました。しおれてんのかなあれ。いや、ゾウさん水含んでないね。水あげたいところですけど。あ、バッチってつけるといろんな効果があるやつですよね。フラワー王国の旅人たちに大人気なのだとか。あの、王子様、よろしければこれもらっていただけませんか。王子様ならきっと上手に使いこなせるはずです。これがバッチか。え、帽子のマークしてる、これなんだろう。いや、マリオがつけるんじゃないのね。あ、イモムシがつけるのね。やった、実は前からつけてみたかったんですよ。バッチの力で私は皆さんのお役に立てそうです。おお、咲いた咲いた。嬉しくなったら咲くんだね。王子様に喜んでもらえて嬉しさ満開です。この先もバッチを使えば楽々ですよ。バッチなしで生きてえな。あえて自分から難しくしていくスタイル。こっちこっち、どっち、右、あ、右に行きゃいいのね。あえて左にも行きたくなるけど。まあ右に行こうか。左に行ったらどうなるんだろう。あ、こっからステージ、バッチハウスの練習場。帽子パラシュート、空中で R を押し付けるとゆっくり落ちる。コントローラーを振って操作することもできる。コントローラーを振る、おお、マジじゃん。
コントローラー振ったらさ、なんかスピンジャンプみたいになる。で、ジャンプ中に R スロットこの帽子で止めますと、すごいな、ゾウみたいな巨大なこの体を支えるなんて、いや面白い、これこういう新しい要素すげー待ってた。さあ、こっからね、次のコースに入りたいところなんですけど、今日は一旦この辺でやめておきたいと思います。まあね、正直言えば今からまだ続きはやるんだけど、動画的に長くなっちゃうから一旦この辺で区切りたいと思います。でもこのマリオワンダーですね、なるべく毎日上げていきたいと思いますんで、ぜひ見ていてくれると嬉しいな。それじゃあまたね。